中国共産党の重要会議、山中全会が先日閉幕しました。会議の公式発表では、経済の救済措置が示されることなく、計画経済が最優先とされました。専門家らは、この会議が改革開放以前のやり方に戻るための動員会議だと述べています。また、共産党の支配に服従するよう、民間経済に拘束位を着せるものだと考えています。7月18日、 中共第20期中央委員会第3回全体会議が閉幕しました閉幕後共産党の管制メディアは午前時に及ぶ声明を発表し中共のいわゆる改革の全面的進化をうい今後あらゆる面で中国式現代化を推進することを強調しましたしかしこの声明には経済の救済案は盛り込まれず計画経済を第一とし公共部門経済の整理 発展、全国統一市場の建設の必要性市場経済の基本システムの改善の必要性などが強調されました今回の第3回全体会議では期待されていた真の景気刺激策は打ち出されませんでした基本的には逆戻りするという方針がさらに強化されましたつまり国有経済を強化し民間部門に対し共産党の支配に従うようより一段と拘束力を強めることです 台湾の経済評論家王政宗氏は三中全会では蒸し返して空素な政治スローガンを唱えていると述べました三中,三中全会では経済に関する具体的な対策が打ち出されることを皆が期待していましたしかし党の統制強化など習近平が主張してきたことの一部は変わっていません党の統制強化国家権力が強くなる一方で 個人の自由や権利が抑制され、人民が後退する状況、いわゆる経済発展よりも経済安全保障が大事だという考え方など、三中全開の基調は変わっていません。開催していないのと同じです。現在、中共は不動産市場の崩壊、高い失業率、企業の大量倒産、消費低迷、地方政府の債務といった経済問題に直面しています。 外国人投資家も国内投資家も中国市場への投資を控えています。中京の,のトップは目の前にある問題が何であるかを知っているはずだと思う。中国本土の人々でさえ、何が問題なのかを理解しています。しかし、問題は経済の失速状態に対する解決策を打ち出せないことであり、多くの中国人がさらに自信を失うだろうと考えられます。中京の公式発表ではまた。 改革の全面的進化の基調を打ち出し中共の中央集権的指導を堅持すべきであるとしました民間企業や民間部門にとって経済環境は今後さらに悪化していくでしょう中共は経済と国を統治する能力が不足しており景気低迷が続いているため共産党の指導力をさらに強化し経済と社会の各方面に対する支配力を強めるでしょうこれは実際 改革開放以前のやり方に戻るための動員会議であり新しいアイデアもなく経済に好影響を与えることもありませんまた中共の今後の政策目標として産業近代化の実現内需拡大債務不動産セクターのリスク抑制などが掲げられていますが具体的な実行内容については触れられていません,ん問,題問題点についてはよく話してくれたし。 今後どうするかについててもよくく話ししれましたが、問題はどうすす。るかです例えば内需拡大ですがどうやって拡大するのでしょうか第一に政府にはお金がない。第二に地方政府にこれだけの借金があり不動産市況が急落している。口で内需拡大と言ってもそれが実現できるというわけではありません。習近平が政権を握ってから、 よくいろいろな方向性やスローガンを打ち出してきたと思いますがしかし問題はどれも実現できないことです台湾の金融専門家である王政曹氏は外資企業が撤退し中国人企業家が投資しなくなった理由もここにあると指摘しています中共はあることを言いながら別のことをしておりいくら会議を開いても実際の問題を解決できないと述べました 具体的な内容や提案がないからです少なくとも過剰生産能力各国からの制裁措置不動産セクターの崩壊地方政府の債務問題などを見ると解決の見込みはなくさらに悪化するしかありません声明には改革という言葉が50回以上登場し中共創立80周年にあたる2029年までに。 今回の会議で提案された改革課題を完了させると宣言しています。習近平が就任以来行ってきたことは全て民間資本との戦いですが、口ではそうは言いません。彼が言っているのは、国有経済を拡大、強化したいということであり、彼がやっているのは改革の旗の下での反改革なのです。中共中央委員会第3回全体会議当時、中国では、 歴史のゴミのような時期という言葉が流行語となり、改革が行き詰まり、中共はもう助からないという民衆の気持ちの表れであり、中共の政治体制に対する絶望と呪い、中共が一刻も早く歴史の表舞台から退場することへの期待の表れとされました。民間資本が増え続ければ共産党は倒れます。しかし、習近平は改革という言葉を失うわけにはいかないのです。 過去数十年、改革のおかげで中国人民はいい暮らしをしてきたからです。今彼は改革という言葉を捨てるわけにはいかないので改革の旗印を使い続けていますが以前のやり方に戻ろうとしています。中国の経済発展は共産党の支配的立場に奉仕するものでなければならず中国の将来の発展は毛沢東時代に逆戻りするだろうと指摘されました。 毛沢東が晩年に行った文化大革命などの政治運動は中国の経済と社会を崩壊寸前まで追い込みました。NTD ジャパンがお伝えしました。Hey,